状況は以上って感じだな。さすがに何度も説明してるとキリト君もこなれてきたね。なあ、でもまだ何人か出会えてないのがいるからな。もっと説明がうまくなる自信があるというわけか。頼もしいぜリーダー。いや違うだろ、お前らも手伝ってくれよ。つかリーダーってなんだよ。いいじゃない別に。こっちのメンバーでまだ会ってないのはクラインとフィリア、あとはレインかな。僕たちの方はまだ結構いますね。師匠が影に放り込んだのはシアンパイル、ライムベル、アクアカレント、スカーレットレイン、ブラッドレパード、アッシュローラーです。あと6人ですね。ニコにミャオも来てくれたんだな、ありがたい話だ。あんなメッセージを送ってくればあの子たちだって来るに決まっているわ。そうなのです、上空に現れたという噂の巨大な影へと向かう。決戦の前ではあるので各自の裁量は任せるが、我々はバーストリンカーである以上、行く先に新たな世界があるのならそこに向かうべきと考える。ちなみに追ってくる場合も急ぐ必要はない。私はしばらく春雪くんとの時間を楽しみたいのでな。ああ、そんなのここで朗読しなくてもいい。先輩。ああ、どの時代にもいるのねバカップルって。リーズ、なんでこっち見るのかな。さっきも言ってたけど、ブレインバーストのプレイヤーたちはリアルネームで呼び合っても平気なの。基本的にはアバターネームで呼び合います。対戦フィールドでレギオンの仲間以外がいるときはリアル我はどうしても避けなければならないからです。ただ無制限中立フィールドでエネミー討伐をしてたり、敵レギオンがいないと分かってる場合はリアルネームで呼び合うこともあるのですよ。気心知れてる仲間同士だけなら気にする必要はないってことなんだね。それもありますが、基本的に親と子、リアルでの知人同士が集まることが多いので、どうしてもそっちの呼び方の方がしっくりきてしまうのです。なるほどな。じゃあ幸いこの世界にいるのはあなたたちのレギオンの仲間ばかりのようだから、私たちもそっちで呼んでもいいのかしら。ああ、好きな方で呼んでくれ。ついでにこのレギオン、いやこの集まりのリーダーはキリト、君に任せたい。いいのか。だって黒のレギオン、ネガ・ネビラスの王は黒雪なんだろ。我々はこの世界では違法のものだ。この世界のルールにのっとって行動するならやはりこの世界のプレイヤーが指揮を取るべきだろう。そうね、私は異論ないわ。私もです。僕は先輩が決めたことに従います。わかった、なら俺がこのパーティーのリーダーを務めさせてもらう。よし、俺たちエールオ組とネガ・ネビラスはこの未曾有の脅威に対し全力で対抗していくことをここに宣言する。
目には見えてたけど、改めて近くで見ると本当にビルですね。まあ ALO にダイブしてるのにこれが出てきたら驚くわよね。私は今別のこういう世界観のゲームを遊んでるからそんなに珍しくもないけど。え、シノノ、いつの間にそんなゲームやってたの？ちゃんと教えてよ。え、別にいいじゃない。近未来風の建物、廃墟か。妖芸の FPS っぽいのと見た。キリト、あんたそうやっていつも予測するのやめてよ。しかも必ず当ててくるんだから気持ち悪いったらありゃしないわ。すみませんでした。おそらくこれもブレインバーストの変遷だな。その変遷ってなんだ？前にもそんなこと言ってたよな。簡単に言うと一定周期で起きるフィールドの属性変化だ。ただこの ALO では完全に変遷しているというよりも元の仮想世界に半分混ざってるって言った方が正確なのかしら。自然豊かなファンタジー世界と廃墟がミックスされてまさに混沌としたフィールドになってしまっているのです。これもそのペルソナバベルってやつがやったんですよね。しもべ、それは違うようです。メタトロン。いやー、何この子、すっごく可愛い。またそのように慣れ慣れしい態度。新顔が加わるたびに私はこのような目に遭うというのですか？メタトロンさん、今までどうしてたのです？世界の状況、この異変についてハイエストレベルから探っていました。全てを理解することはできませんでしたが、この2つの異なる世界が合わさった状況、それを仮に侵食と呼ぶとしたら、この状況を作り出したのは故意ではなく偶発的なものだったようです。偶発的？どうしてそれがわかるんだ？国威の妖精、この世界には新たなる情報に自動的に対応する神の力があると言いましたね。神の力？ああ、カーディナルシステムのことか。私たちの世界から流入し続ける情報に対し神の力が対応した結果としてこのような景観となっているようです。データの流入、あの空の影から？そのようです。しもべたちの入ってきた場所はいわゆる入り口専用、あの空間より私たちの世界のあらゆる情報が漏れ入り、この世界への侵食となっているのです。つまりペルソナバベルのせいではない？でもそもそも入り口を作り出したのはあの人なのかな？どうだろう。最初私は確かにあやつに利用されたが、結果として今は敵対している。侵食を願っていたわけではなさそうだ。そう考えると世界をつなげたことはバベルにとっても良策ではないわけか。私はあの影の成り立ちについてもう少し調べてみることにしましょう。ありがとうメタトロン。言っておきますが、これは別にしもべたちに手を貸しているわけではないのですよ。私自身も元の世界に戻るため仕方なく。あ、でもそれならさっき私たち見つけておいたわよ。え、師匠、それってもしかして？はい、さっき離脱ポータルがあったのです。そうか、それはよかった。向こうに戻る方法が見つかったのはひとまず安心だな。とはいえ我々はキリトたちに協力すると約束した。最後まで付き合ってもいいだろうか？うん、もちろんだよ。むしろお願いしたいところだわ。ありがとう。では引き続き協力させてもらおう。
ちゃん。もうお兄ちゃんってば。あ、どうした？すぐ。さっきから呼んでるのに、もう。ああ、悪かった。つい考え事しちゃってて。その調子だと食事当番のこと忘れてるんじゃない？食事当番って、あ、ひょっとして俺の番か。ああ、やっぱしね。考え込むとこれだもの。いつものお兄ちゃんなら些細なことも覚えてくれてるのにな。私が作った料理は何でしょう？もうサバの塩焼きでしょ？そうそう、それ。ああ、これだもんな。可愛い妹の手料理を忘れるなんて。悪いっすね。俺の好きはお前の好きなものにするから。しょうがないわね。じゃあ麻婆豆腐。お兄ちゃんの手料理辛いから手加減してよね。こないだみたいに私好みの味付けで。ああ、任せたか。これでこれで決めるわ。全力でいけよ。いや、手加減はしないよ。これで決めるわ。これで決める。にも程があるわね。おい、なんとか言ってくれ。あのドンパチやってるのも晴れ雪たちの仲間なんだよな。なんて言えばいいのかしら。基本的にはそうなのです。ただ私たちネガネビラスと休戦協定を結んでいるプロミネンスの王スカーレット・レインは一人しかいないのです。つまりあれの片方は他の誰かが姿を変える能力を使っている、もしくはゴーストデータって感じか。私たちは会ったこともないからどっちが本物か全然見分けがつかないけど、知り合い、同じバーストリンカー同士なら分かりそう？そうですね。言動から見破れるかもしれないけど、そんな検証をじっくりしてる間に本物が殺されてしまうかもしれないわ。弾幕の中に
もう一人見えるわ。赤いヒョウかしら。レパード。おい、女神ども、本物はこっちだ。わざわざ助けに来てやったんだから、さっさと加勢しろ。バッカ野郎、来んじゃねえよ。一緒に消し飛ばすぞ。って言ってますけど。どっちも穏やかじゃないね。よし、わかりましたよ。そうだな、察しはついた。え、本当？どっちが？今でこそ黒と赤のレギオンは同盟を結んでいるが、ニコは誇り高いバーストリンカーだ。我々とライバルでもある奴がそう簡単に助けを求めたりはしない。だから偽物は助けを求めた方、お前だ。ニコ、まだかだな。バカ、バカ来んな。でも見てるだけなんて無理だよ。俺たちでいっけ。黒いの、ここで会ったが100年目、てめえをぶっ倒す。貴様、偽物には違いないわ。ニコの記憶を持っているんだ。一緒にすんじゃねえよ。私のてめえらとの割合なんざ死んでもごめんだね。いくよ。私が怒っても、ミコの姿を真似するなんて絶対に許さない。それは僕も同じです。でも僕はミコと歪み合って戦いたくない。敵の強さ、本物と寸分たがわない。冗談きついて食らいきる。あんなのは私の実力で半分もねえよ。なるほど、異性だけは比べ物にならんようだな。うん、余裕じゃねえ。余裕じゃねえぞ。私の名を語ろうなんざ千年早いぜ。クロウたちの助けがなければ勝利はきつかった。本当にサンクス。いえいえ。そうだ、アバターチェンジはと。おお、ハルユキ、あたしらもそれ知ってるぜ。なんでか知んねえけど、ここだと手軽に変更できるんだよな。って。え？お前そのアバター、ここでもその豚なのかよ！うるさいな！ニコは見慣れてるだろ！ダメだ！腹よじれる！ニコも早くこっちの姿になりなよ！笑い死ぬかと思ったぜ。まあそうだな。じゃーん、これがニコちゃんのアバターだ。どうだ、
リアルと同様に可愛いだろう。私はこの姿になった。なんだよ春行き、ジロジロ見て。ふむふむ、それでは失礼して。わっ、てめえ何いきなり足触ってんだよ、この変態変態豚野郎。やめろって。うわっ、蹴るなよニコ。僕はニコがちゃんと本物かどうか確かめるためにこうして。うっせえ、ふざけたこと抜かしてんじゃん。なんだこれ。何か見つけたのか。ああ、こっちの世界のアイテムみたいだぜ。どうやら偽物を倒したらドロップしたっぽい。名前はプロミネス。私らのレギオンと同じ名前。重要なアイテムだろうな。よし、キリトたちに見せて相談しよう。キリト。ああ、この世界の住人で新たな仲間たちだ。皆頼りになる気のいい奴らさ。きっとニコたちも気に入るはずだ。紹介しよう。つうことでよろしくな。なあニコニー、パドはよろしく頼む。さてこれからどうするかだが。この草原フィールドはだいたい探索しちゃったもんね。ポータルはまだ町と草原しか動いてないし、他のフィールドにはどうやって行ったらいいんだろうね。そうだな、見落としてる場所や情報がないかもう一度よく見てみよう。はっ、ハスナさんやっぱすごいです。え、いきなりどうしたのリーファちゃん。私いつも思うんです、戦闘に入る時のハスナさん普段と気迫が全然違うなって。私剣道やってるからそういうの分かるんです。そうかな、自分じゃ全然意識してないんだけどな。それに反射速度じゃ私よりもリーファちゃんが上だもの。頼りにしてるからね。私なんかまだまだですって。そんなことないよ。
手加減はしないよ。
減はしないよ。もっといくよ。全力で勝負。ここからが勝負だね。リードちゃん大丈夫か。よし、リーチをした。頑張ったね。任せ。早くするね。これにするね。ありがとう。安心して背中を預けられるぜ。
これで決めるよ。いっけー、やっ、手加減はしないよ。いくよ、階段？そうみたいだね。あれ？アスナ、どうした？さっき手に入れたプロミネンスのオーブが光ってるぜ。ニコ、ずっと手に持ってたの？ストレージにしまえばいいのに。 うるせえ、気になったからだよ。オーブが祭壇の装置に反応してるよ。先に進めそうだな。なるほど、祭壇は解除コンソールといったところか。オーブが鍵の役割をしていたんだな。ねえキリト君、祭壇のそばの光、ユイちゃんが封印された時に見た七つの光とそっくりじゃない？そういえば、ひょっとしたらオーブはあの塔の封印とも関係があるのかもしれないな。オーブは偽物のニコが持っていた。おそらく他にもあるはずだ。これからも偽物と戦う可能性があるということ、心構えだけはしておいた方がいいだろうな。よし、この先に進んでみよう。赤の王を倒したんですね。まあいいでしょう。わらわに貸し付くレギオンの王たちはまだこちらに揃っているのだから。昔、その昔、幼いながらに引き裂かれた少年と少女がいました。二人は大勢の仲間たちに裏切られ、少女はまるで子供が悪ふざけにおもちゃでも壊すかのように大勢の前でいたぶられ、その世界での終焉を迎えたのです。少年は慟哭し、狂気し、そして一匹の獣へと姿を変えました。氷山フィールドのはずだけど、やっぱり景観が変わってるわね。ここにも侵食が発生しているようだな。ひとまずこのエリアのポータルがちゃんと起動してるか確認しよう。アスナ、
疲れた？ちょっと休むか。ありがとう、キリト君。でも大丈夫だよ。どうした？ああ、ごめんね。キリト君の寝顔を見てるの好きだな。とするっていうか、癒される感じで。アスナの寝顔も可愛いよ。何言ってんのよ。もう、休憩終わり。さ、行くわよ。おお。少し元気出たみたいだな。よし、ちゃんと起動したな。これでマシとの行き来ができそうだ。先輩、このフィールドのビル群、マットステージのオブジェクトでしょうか？うむ、そのようだな。どう？キリト君、どうしたの？いや、ちゃんと状況を確認しておこうと思ってな。ペルソのバベルがやったこと、やったんじゃないかと思われること、そして偶発的なこと、いろいろとごちゃごちゃしてきただろう。そうだね。まず荒野フィールドに塔を作り、あの超強力モブを操っているのはペルソナバベルで確実だよね。でもブレインバーストと ALO をつないでいる通り道や侵食についてはまだはっきりしていない。さらに赤の王たちのゴーストの存在やエリアに設けられた障壁、他のフィールドへの移動制限についても何とも言えないな。第三者の介入ということも考えられるわね。シノンさん、どういうことですか？ペルソナバベルとは別の何かの意志がこのスバルトエリアにさらなる混乱を引き起こしている。つまりこの異常事態は様々な思惑が合わさって出来上がっているということよ。でもペルソナバベル以外に一体誰がこんなことを？そこまで考えてなかったが、どうも今回の件入り組んでいる気はするんだよな。妖精たちよ、なかなか良い着眼点です。あ、メタトロン、何か分かった。早く早く。あなたは私を何だと思っているのですか？私は困った時に登場する便利道具ではありません。身の程をわきまえなさい。すみません。ハイエストレベルからの観察は未だ続行中です。新たな情報は分かり次第随時お伝えしましょう。メタトロン、頼むぞ。頼りにしているからな。アスナ、ユイちゃんのこと考えてたの？うん、こんな時ユイちゃんがいたら私たちをしっかりナビしてくれるんだろうなって思ったの。そうだな。アスナさん、元気出してください。ユイちゃんもきっと今助けを待ってますよ。だな。仲間もこうして順調に増えてることだし、早く超強力モブを倒せるように全員と合流しようぜ。ああ、もちろんだ。
何でしょうか。雲？前はあんなのなかったのに。君たち、ちょうどいいところに来てくれたわ。ちょっと手伝ってほしいことがあるの。私、ライバルのトレジャーハンターを探しにここまで来たんだけど、うっかり武器を装備してくるのを忘れちゃって身動きが取れなくなっちゃったのよ。お願い、私の人探し手伝って。え？一旦町に戻れって？なんなん、トレジャーハンターたるもの1分1秒でも無駄にできないわ。ここで君たちに会えたのはラッキー。運も実力のうちってね。ね、お願い、準備が整ったら声かけてね。相変わらずの強引さね。しかも武器の装備忘れてくるってどんだけなのよ。まあ、探してるライバルがトレジャーハンターだって言ってるし、フィリアのことかもしれんぞ。それもそうね。話だけでも聞いておきましょう。ありがとう。これも私の人徳あってこそだわ。あの人の行きそうな場所の目星はつけてあるの。教えるから様子見てきてちょうだい。